ソムリエすごいんだぞ。資格でも資格はものによって簡単だよ。本当におすすめです。日本酒利き酒とかあるんだよね。そう、あれとかもなんか面白い資格とかね、そういろいろあるからちょっとね気になってるやつとかもいろいろあるんだけど、なかなか時間が割けずそう、日本酒ソムリエとかね、なんとかソムリエってめちゃめちゃあるんだよねなんとかソムリエの資格、まあ、面白いのいっぱいあるんだよ。野菜ソムリエとかね、ワインソムリエ、なんとかソムリエ、めちゃめちゃいろいろある。いやでもなんかやっぱなんとかソムリエ持ってるって言われるとさ、なんかすごいみたいになるなるよね。温泉ソムリエって何って感じだし、夜景ソムリエとかあんのどこの夜景がいいみたいないいな、ラミー水族館ソムリエになりたいな。ないかな水族館ソムリエ。いろんな水族館を見て回って、うん、あそこの水族館はクラゲが豊富だからとてもクラゲ好きにはおすすめですよ。あそこのイルカのショーはすごくショーが豪華でねみたいな、結構水飛車のサービスもいいんで、ね、あそこのイルカのショーが好きな方はあそこの水族館がおすすめですよみたいなあそこに旅行行くんですか、あだったらぜひあそこの水族館に行ってみてくださいみたいななんかうざい、なんでだよいやでもね、マジで本当にちょっと水族館ソムリエとかあったら撮りたいな。ガイドの人、水族館オタク、いやだ結局のところの丸々ソムリエは結局ね、まあ丸々オタクみたいなことじゃないですか。メガネクイクイさせて言ってそうええやん別にメガネクイクイさせて言ったって。ソムリエの話は大体鬱陶しい。俺ソムリエに失礼だぞ。ソムリエだってあれよ、一応その道を極めてるんだから、ソムリエすごいんだぞ。それこそメガネソムリエとかいるんだろうな。いや、メガネの形はですね、実はね、何百種類ありまして、これは何年代に流行った丸々の形ですねみたいな、あなたの顔にはぜひこのメガネの形を試していただきたい、クイクイみたいなええやんいやー面白いそれはただの早口オタク、違うメガネソムリエだって。そうだよ、コーヒーソムリエとかかっこいいやん。いやあそこの豆はですねみたいな、あなた、でもラミーダメだ、コーヒーのこと全然知らないから何のソムリエ知識も出てこないあ、豆を引くなら〇〇がいいですよみたいな分からんイエイ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 、僕はいいイエイみたいなやつ